わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は新しいことに挑戦する教育を紹介するぞ。さあ、一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学総合教育センター川添智之教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。総合教育センターというのは、学生の基礎的な学力っていうところをまず高めていくというようなところを考えてまして、そのために、全学科全ての学生さんが、受講できるような講義が形成されてまして、専門課程に行く準備っていうものを行っております。私がやっているのはアントレプレナーシップ教育っていうようなところになります。アントレプレナーシップって非常になんかややこしい名前なんですけれども、もともとは起業家精神っていうふうに使われていますが、崇城大学では、みんながチャレンジするという考え方っていうものに着目した教育っていうふうにしております。基本的にその教育っていうふうについてますけれども、より実践力っていうところに力を入れています。アントレ教育の方では創造性を身につけるというようなところになりまして、より積極的に社会で活躍することっていうことをイメージしております。そのための講義および課外活動っていうものに重点を置いております。講義自体は1年生2年生に行われるんですけれども、1年生では新しい知識とチャレンジするマインドの醸成をやってます。2年生からは創造性のスキルおよびそれを具体化するためのプランニングスキルというようなところの育成に力を入れております。ふむふむ、具体的にはどのような教育を行っておるんじゃ。講義は全ての学生さんが受けられるというものなんですけど、その中で、よりチャレンジしたいという学生さんのために、学校が設立した教育の場である企業部というような課外活動があります。ここでは自分が具現化したいなって言っているようなアイデア、より形にするところまでこの企業部で活動ができるというようなふうに設計しております。やはり自分の掲げた目標に向けてチャレンジして、結果が成功だろうが失敗だろうがちゃんと振り返るっていうプロセスが学生さんの成長につながるというふうに思ってますので、失敗しようがしまいがどんどんチャレンジしてほしいなというふうに思っております。そうですね、崇城大学では企業部の活動から本気のチャレンジを受け止める仕組みがあります。企業のプランニングを行いまして、提案が通れば資金も獲得できて、チャレンジ的に企業を運営することができますし、実際そこから起業をされて今活躍されている OB の方もいらっしゃいます。ビジネスプランコンテストというのは毎年12月に開催される学生さんのアイデアをビジネスプランとして競い合うコンテストになります。このコンテストは、県内の高校生大学生であれば誰でも参加できるというものでして、自分の考えたアイデアを実現するプランというものまで、仕上げた形で、提案してもらって、競い合ってもらおうと。ポイントはやっぱりアイデアっていうのは非常に平等でして、いいアイデアが、グランプリを取るというようなものですので、自分のアイデアがどの程度通用するかっていうのを、測ってもらいたいなっていうふうに思っております。川添教授の教育は今後どのように生かされていくのじゃ。私はこのアントレプレナーシップ教育っていうところで創造性っていうものにすごく力を入れてるんですけど、やはりそのところに個性っていうものを足していきたいなと。創造性と個性足して独創性として、学生さんが身につけてほしいと。そういった学生さんが社会で活躍していくと、熊本からそして崇城から小さくても新しい価値っていうものを世の中に提示していきたい。就職の際には会社に就職する、公務員になる以外の選択肢、自分で起業するというようなことが当たり前の世の中になってほしいと。知識を活用に変える力っていうものを習得することが仕事ができる第一の近道だと思ってますし、私は若いのに仕事ができるねって言われる学生さんがたくさん生まれることを願っております。崇城大学総合教育センターの活躍がますます楽しみじゃ。